特集です。三鷹駅周辺のバーのオーナーたちによる三鷹バークラブが結成10周年を迎え、駅周辺のバーを掲載するバーマップをこのほどリニューアルしました。今日はデイリーニュースのクールガイ伊藤リポーターが三鷹のバーの魅力を紹介してくれます。 VTR をご覧ください。こんばんは、 J:COM の伊藤優斗です。雨降ってますね。こんな時は一人でお酒を楽しむのもいいんじゃないでしょうか。今回ご紹介するのはこちら、駅周辺のオーナーたちによる三鷹バークラブです。疲れた体をお酒で癒す空間、それがバー。そこではバーテンダーが極上のカクテルやウイスキーを提供し、心と体に苦闘点を与えてくれます。三鷹バークラブは三鷹駅周辺のバーオーナーが三鷹のバー文化を盛り上げていこうと2009年に結成したものです。10年目を迎えた今年、加盟店舗を掲載するバーマップをリニューアル。今回のマップには三鷹駅を中心に三鷹市武蔵野市内のバー20店舗を掲載。お店の場所や営業時間はもちろん、その特徴やポイントが分かりやすく紹介されています。ザ・バーにやってきました。ちょっとレトロな感じで、いわゆるバーって感じですね。早速行ってみたいと思います。ということで、伊藤リポーターがやってきたのは三鷹駅南口から徒歩わずか3分の場所にあるバーン。外国の雰囲気を感じさせるバーンはシングルモルトや生ギネスが中心のお店。お客さんに低価格で楽しい時間を過ごしてもらうことをコンセプトに、ノーチャージでお酒が楽しめるショットバーです。オーナーのアビさんは10年前に同業者に呼びかけ、三鷹バークラブを結成しました。三鷹に住んでても三鷹知らない、武蔵野市に住んでても三鷹知らない、なおかつ朝鮮沿線の元三鷹経由だけで通ってる方でも、一度三鷹で降りて三鷹のバーの文化、三鷹のバーの良さを覚えてほしいねと思って、このバークラブ作ろうと思ってたの。バーの文化って面白い、いろんな人と会っていろんな話が出るし、年齢も性別も職業も関係なくいろんな人と交流できる場所ですから、誰でもどうぞいらしてください。いっぱいでもいっぱいでも大丈夫です。いっぱいでもいっぱいでも、そうです。渋い外見とは裏腹にジョーク好きなアビさん、皆さんもぜひ一度行ってみてください。続いてやってきたのは三鷹駅の北口すぐ線路沿いを少し入った裏路地にあるバーアリー。このお店はジャパニーズウイスキーがメインで、他にもスコッチ、アイリッシュバーボン、ジン、ウォッカなど洋酒も扱っています。オーナーの鈴木さんは行政の垣根なく、三鷹市と武蔵野市のバーが協力して地元のバー文化を盛り上げていきたいと、バーマップリニューアルの中心となりました。今回の件で北側にも9店舗あるよと、そういうのを少しアピールできたので良かったかと思ってますね。バーを経験したことないとか、バーはどうしても高いんじゃないかとか、バーはなんか怖いんじゃないかとかそういうのはやっぱり実際行ってみたりとかやってみると、もう面白いおじさんとか面白いおばさんがただやってるだけのお店なので、そこでどっか、今回その20店舗の中でも、ご自分に合うお店がまた発見できたら面白いんじゃないかと思いますね。バーは初心者という伊藤リポーター、今回特別に鈴木さんおすすめのスペシャルカクテルを作ってもらうことに。それじゃあ早速いただきます。飲みやすい、柑橘が効いてて爽やかな味わいになってます。今回
いろんなバーについてお話を聞かせていただきました。なんかバーハマっちゃいそうですね。次どのバー行こうかな。伊藤リポーター、バーを楽しんでいましたね。こちらが三鷹バーマップです。表はお店の紹介、そしてこちら裏には地図が書かれています。またこちら、ここですね、 QR コードも載っていて、スマートフォンでもマップが見られるようになっています。この三鷹バーマップは三鷹観光案内所のほか、三鷹駅周辺の飲食店などに置いてあるということですので、皆さんぜひ入手して三鷹のバー楽しんでみてください。 CM の後は夏の高校野球チーム紹介をお送りします。